ホルヘ・デ・オテーサ・エンビルは、スペイン・ギプスコア県オリオ出身の彫刻家、画家、デザイナー、著作家。バスク地方では、エドゥアルド・チリーダと並ぶ彫刻家であり、チリーダと共に、スペイン内戦後のスペイン彫刻の出発点をなすとされる。バスクの現代美術についての主要な理論家の一人としても知られている。1908年にギプスコア県オリオに生まれた。スペイン内戦の勃発直前の1935年に南米に移住し、1948年までボリビア、コロンビア、アルゼンチン、チリで14年間を過ごした。彫刻と美学の研究に没頭し、ブエノスアイレスの窯業学校で教えていたこともあった。1957年の第4回サンパウロビエンナーレでは彫刻部門グランプリを受賞した。1963年にはクアスクタンデムというエッセイを出版し、先史時代のバスクの芸術とバスク人の人類学的ルーツに基づいたバスクの魂固有の美学を語っている。1970年にはサビエル・サンチョテナがオテーサに師事したが、サンチョテナはオテーサとは違って木材を素材に選んでいる。1975年からはナバーラ州アルッサに住み続けた。熱心なバスク文化主義者であり、1990年代にはバスク芸術の伝統を侮辱するものだとして、ビルバオグッゲンハイム美術館の建設に反対した。自身の作品が美術館に展示されることを拒否し、1992年には自身の全作品群をナバーラ州政府に寄贈した。オテーサに同調するバスク人芸術家は多かったが、同じく彫刻家のエドゥアルド・チリーダは美術館がバスク文化界に好影響をもたらすと美術館の建設を評価した。2003年、サンセバスティアンで死去した。彼の遺志により、アルッサに個人美術館、このオテーサ美術館は、オテーサの作品のみを収集したモノグラフの展示スペースであり、1690点の彫刻作品、超クラボにあった2000点の収作、膨大な量のデッサンやコラージュのコレクションを有する。初期の作品は強く、キュビズムや原始美術の影響を受けている。20世紀前半のスペインでは、アンヘル・フェラント、アルベルト・サンチェス、レアンドル・クリストフォルらが、有機的で曲線的な形態の彫刻作品を制作したが、オテーサは、スペインにおける彫刻の幾何学的傾向を推し進めたとされる。幾何学的な面を複数組み合わせて立方体や脳型体の枠内に収め、求心性を保ちつつも開放性を暗示し、鉄素材の緊張感を引き出した。共に鉄などの重量感あふれる素材を用いた抽象的な作風のオテーサとエドゥアルド・チリーダは比較されることも多い。1957年にはオテーサがサンパウロビエンナーレ彫刻部門グランプリを受賞し、1958年にはチリーダがベネツィアビエンナーレ彫刻部門グランプリを受賞した。1988年と1989年にはオテーサとチリーダが続けて、1997年には画家のアントン・ラマサレスとの交流が映像に記録された。ありがとうございます。